さあ先週の放送の中でですね、はい、まあ私がたまにアクセスの曲が聴きたくなるという、まあ、話というかね、まあ、そんなことを口が知ったということなんですけどもね、はい、信子ちゃんそういうのは終わりですか？私はですね、うん、ドリカムのアルバムを買ったんですよ、で最近最近出たやつですか？はい、そうです、はいはい、すごくたくさん入ってる、でたくさん入ってるそうお得用みたいにしてやめてくださいよ、ラブバージョンというか恋愛ものとか、あと元気が出るバージョンとか、ちょっと悲しい感じの曲とかに分かれてるんですけど、はいはいね、それの悲しいバージョンを聴いて泣くっていうのが最近のあれなんですね、はいはい、そうですそうです、でだから僕が伺ったのはですね、そのたまにこの聴きたくなる曲はないですかというあのね、あの曲ですか？そうですね、これ本当テレビだと怒られるやつ後でディレクターにちょっと言われるやつですよ、これ間違えましたね、先輩とかがね、はいはいはい、一緒に出てたら怒られちゃうんですよ、それは、あそこおかしいぞって会社おかしかったぞってなりますから、曲がこっち向いて笑って、何でしたっけ、何でしたっけ、そうそうそう、あと何でしたっけ、スマイル、アイズトゥーミー、そうそうそう、それ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 、なんていうんですかこれ、すごい聞きたくなる、あの曲なんだったっけのコーナーじゃないですか、じゃあこれは、いやいやそれがねずっと出てこなかったんです、いやなんかあるでしょ、たまにね、まあ、僕アクセスと言いましたけども、はい、まあ、ネイキッドディザイアですか、あれがもうたまにああいうのが聞きたいなということなんですけども、うん、例えば何でしょうね、加藤泉ちゃんであるとか、あ橘泉さん、人間失格とかね、なんかこうね、わこわか、おもろくわかるよねこれね、うん、たまに聞きたいの、そういうやつなんですよ、でわかります、ポケベルが鳴らなくてとか、なんかたまに、そのまま毎日は聴きたくない、ウォーキングをしながらは聴きたくないけど、はい、何年かにいっぺん聴きたいなという、そういうテイストのやつですよ、そうですね、だからあれですよね、それこそ野島伸二さんのドラマの主題歌ってなんかそういう部類ですよね、やっぱりね、今やったら優しくしないで、なんちゃらかんちゃらやつ、ね、芦田愛菜ちゃんと外国の方が喧嘩するやつ、ね、あれの主題歌とかいろいろ出てこないじゃないですか記憶がね、骨粗しょう症なんですよボロボロなんですね、空洞されてますよ、すぐ折れちゃうという、スカスカそうですね、そうやって考えるとなんとなく生きてきちゃいましたよね、なんかでもありげですけどね、あなたは、あなたなんて特にという、なんか当時、私はなんかできもんできてますよ、これ先週風邪ひいちゃって、それで先週乳首をカリカリしてます、してないし、してないし、もう本当に失礼、もう最低、嘘ばっかり、乳首周りのこと言うとすごく怒りますね、いやいや、結構